ですね。ダン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 キーダンキーパーティー、いつでもルル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 ル。友達がスバルのドンキホーテ聞いてニャンチューみたいって言われて、なんか切ない、嬉しいけど切なかったわ。すごいすごいすごい、すごいすごいすごい、おいコンサート会場、後戻りしてる場合じゃない、最上階の部屋向かう。あ、すいません、1階の人、ご苦労様です、ご苦労様です、ご苦労様です2階の人、あ、言ってくれなくなっちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、すいません、ごめんなさい、よし、行くぞ行くぞ、大吾、何やってるんだ、お前、お前がやっぱり手りゅう弾だよな、やっぱ手りゅう弾なんだよな、ほら、やべ、よしよしよし、いやいや、平岡強すぎる、なんだこいつのタフネス、上木バッチ、これで、ナイス、おら、おい、植木鉢の味知りたいやついる、お前、ばあちゃんが一生懸命育った植木鉢、あ、興味、うわー、なんかないかな、おもろいやつ使ってみますかね、ドゥ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 、おら、あー、どうにもならない、あナイス、ドン、おっと兄ちゃんすまんの、怪我はないか、ああ金松さん大丈夫だ、骨が折れたかもしれない、あんたこそ大丈夫か、骨が折れたかもしれない、ぐー、骨が折れたかもしれない、なんや、そりゃすまんことしたな、これではよ病院にでも行ってきて、行ってくれや、え、5万円もらった、すごい、わしは金松茂いうもんや、あんた名前は桐生だ、桐生はんか、もし骨折れとったら何ぼでも言ってくれや、いくらでも払ったるさかいな、ほな、ねえねえ、これからどこ行くの、せやな、なんや、バーチャファイターしたい気分やわ、ゲームセンターにでも行こうか一番気合い入ってんの、ウケる、なんだこれもうなんかこの世のありとあらゆる欲望を集めたみたいなゲームになってる、なにこれ、いくぜ、わー、すごいすごい、なんかもう風というか強風というか、やばい、あー、なるほどね、なにこれ、あ、すごい、カスピ海スピード光、よし、キリュウさん、あ、キリュウさんやないか、毎度儲かってまんか、ん、あ、あんたはこの間の金松や、兄ちゃんもゲーム好きなんか、わしバーチャファイターめっちゃ好きやねん、おう、そうだ、バーチャファイター2、1のノーマルでわしのステージ記録3戦連勝超えたらあんなの勝ちでええで、どうや、おう、ちょっとやってみるか、いいぜ、やるか、よっしゃ、負けへんで、うーわー、やばい、全くわからん、なんか郷田会長みたいなこいつにするか、え、これそのまんまだ、わ、なんか、え、なにこれ、ちょっと待って、説明とかないの、どれがガードなの、あー、なるほど、あ、倒せた、ちょっとこんなクソ雑魚プレイ、あー、水拳使う人なんだ、こっち引いたら、なるほどね、下段攻撃、ボタンがわからねえ、
いてもわしには勝てんのだ。舐めるんじゃない。あ、お、岸くんも同じ方。お、ナイス。やべ。やべ。おーしー。やばい、直感プレイでどうにかなる。オッケー。まず先手打ってこれやって、これ。オッケーオッケーオッケー。やべ。くそー。お前も同じ手を使う。やばい、なんでこいつ食らわないんだ。よっしゃ、うわー、くそー、ふー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 。ねえ、どうすりゃいいんだよこれ。勝てないんだけど。ちょっと待て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 、死んでる。いや、あんたいい勝負やったよ。わしのレベルに到達するにはまだまだみたいけどな。くっ、まあこれはわしから慰めちんや、受け取ってくれ。やばこの人。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。それ別料金や。それにちっとばかり値が半で。いくらだ。30万。持ってないわ。怒った、もう怒ったよ。こんなチャンスをなくなっちまえばいいんだ。くそ、黒川んとこ行くか。お客様、あのキリッチュやつ絶対にカムロ町に戻る。それはそう。そうなればあの若坊も後を追うはずや。その前にジェネリック道島はちょっとおもろいな。あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。え、声がさ、これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、何を言ってるんだ。俺は桐生だ。これゆきちゃんじゃない？桐谷ちゃんなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。来ちゃったら何を言ってるんだか。絶対ゆきちゃんだこれ。このなんかテンション、人違いだわ。何なんだよ。でじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。ほら、私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。聞いたことあるな。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。言っちゃうのね。さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。ゴロミ呼ぶしかねえ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。なんでそんなこと言ったんだろう。今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。やばい。チラ、チラ、そういうことか。俺はやらないぞ。あ、すごい珍しく拒否ってる。お願いしますよ。無理な頼みであることは承知の上です。いや、でもお願いします、お願いします。もうダメだ。仕方ねえな。今回だけだぞ。石油王呼びてー。なるほどね、石油王呼ぶか。すげー。お客様、
いらっしゃいませ。似合わん、いや似合ってるけど。よっしゃー、ナイス。さくらちゃんが頑張ってくれましたね。待てこら。お、本物です。てめえ誰にぶつかったと思ってんだ。今すぐ謝れば許してやってもいいかな。おい、マジかよ、この見た目で気がつかないってある。すまなかったな、すまなかったか。俺も舐められたもんだな。いやいや、兄貴早くぶっ飛ばしちまいましょう。そうか、俺は言ってもいいぜ。まあ信じよ、もう信じって言っちゃってるやん。そう熱くなるな、今日は機嫌がいいからよ。これぐらいで勘弁しといてやるわ。無銭飲食は良くねえな。本物の登場だ。この間の野郎じゃねえか、何しに来やがった。こいつがよこした用心棒ってか。ウソップに聞こえない。俺を誰だか分かってんだろうな。ハムスター寄りのキリュウ、ね、道島の竜キリュウカズマさんだぞ。いやいや、あれビビってんな。そりゃそうよ、道島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。キリュウさん、今日のところは。お、すごい。冗談じゃねえ、俺は今最高に機嫌が悪いんだ。こんなキリュウカズマ嫌だ。俺らを誰だと思ってやがる。どうしてもダメですか。ノリノリじゃん。やばい、タジタジ。おいおい、舐めてもらっちゃ困るぜ。俺をとうとう切れさせちまったようだな。あ、ミラーマッチだ。じゃあシンジの方から行こうかな。シンジやられてる時の声が情けねえ。情けねえよシンジ。死んじゃった。鉄パイプなんかよりももっと効率のいいものがあるんですよね。ドスです。よいしょー。ナイス。ガードして、ナイス。本当にありがとうございました、キリュウさん。あ、そうか、もう顔なじみだもんね。んえ、あ、あんた本物のキリュウカズマさん。え、いや逆に気づかなかったの。よくやってこれたな、今まで。かもな、本物かどうかもう一回試してみるか。ブチギレてるわ顔が。いい、勘弁してください。くだらん真似事はもうやめるんだな。は、はい、すみませんでした。お会計9万8000円になります。なんなんだよこれ。